まあ、こう最終的に谷口選手同点を取らせるか、まあ、そして長谷川元輝選手、まあ、彼も、ね、中盤からやっぱり2シュートを持ってますから、はい、まあ、横山選手、まあ、彼がすごくポイントにはなると思うの で、 そうです、ね、彼の左からドリブル合力の高い選手をチョイスしてきたという話をしていました。前半の45分のキックオフです。右から左に攻めていくこのブルーのユニフォームがサガン鳥栖です。前に1本そのマルセル・フィーノを使ったファーサイドです。ゴール前に選手が固まる密集するこの水色のユニフォームですが、ファーサイドマルセル・フィーノの前こぼれた、あーっとファンブルをしてそのままゴールインしました。前半の13分、鳥栖先制です。最後コーナーキックマイボールにしました。山崎とのマッチアップ、近くで長谷川元輝がいますが勝負を仕掛けて縦に行った小見、左足で上げてくる、切り返して谷口、追いついた新潟。前半の17分、谷口3試合連続ゴール。うーん、秋山そして島田が今縦関係です。前でカットした13番の横山です。ファーサイドにマルセル・ヒアン、ニアサイドに日野がいますが、中に入ってきて横山のシュート、うん、これが決まった。素晴らしい鳥栖、さらに勝ち越しました。横山も23番の菊池が入っていきます。先ほどはこのキックから山崎のゴールが見ました。その山崎を越えていく、再び決まった、まあ、最後はもう一度山崎でしょうか。同じような形で鳥栖3点目。こういう風になるんですよね、基本的に。やっぱりこの次にどう切り替えるか、一つのプレーに対してあまり引きずってしまうと、やっぱこのコーナーキックが大事なので、先ほどの判断よりもジャッジに対してあまり言うよりも、次ここにどういう風にっていう風な方にフォーカスした方がさらにいいような気がします、ね。はい、山崎この試合2点目ということになりました。それも同じ菊池からのコーナーキック。VR の結果はハンドというジャッジになりましたので、点差は2対1に戻されます。内側に上がってくるという反転したクロスになりました。阿部がキャッチをして前半終了です。鳥栖は新潟の、まあ、思う通りにさせずプレッシャーで2点を取ったということになりますが、前半いかがでしょうか。というところになるでしょうかね、まあ、日野選手は、ね、前節75分出てますから、はい、というところもあると思いますね。後半45分のキックオフです。エンド変わって右から左に攻めるのがホーブオレンジのユニフォームアルビレックス新潟です。木村というのも入っていきます。ショートコーナー使ってきた、上げてきてファーサイド、こぼれたところに鳥栖の選手、最後はフィニッシュで選択、決めていきました。すごいスーパーミドル、88番の中沼。これは新潟の選手も少しブラインドになったでしょうか、惜しかった3点目鳥栖。後半の立ち上がり6分です。これですよね、やっぱシュートを打つとこういうことがあると思いますし、やっぱ積極的になるので、みんなが。まあ、これはかなり外側から巻いて入っていってるところなので、これはもう阿部選手はどうしようもないと思いますね。していた新潟の壁のさらにその外側から巻いてくるというシュートを浮かんだ発揮しています。富樫グランダルクロス、最後福田、こぼれて横山狙ってきた、4点目、鳥栖4点目決めていきました。横山今日2点目、上げてきて5番のマイケルジャズ超えた、後ろから14番の長谷川元輝でした。新潟は4人に変えていきそうです。まずはコーナーキックのチャンス、島田からファーサイド上げてきた、ゴール決めた、まだ勝ちで終わらず、最後は小見か、最後押し込んでいきました、藤原か小見というところ、角度を変えて新潟2点目。後半の17分、相手陣内で新潟らしくパスを回しています。小野の頭越えた、もう一度の抑えた、後ろから右足のシュートきた、藤原4点目、新潟1点差に詰め寄る。後半の39分、下のボールで上がってきました、コミ後ろから上がってくる堀米、そして試合終了のホイッスルが吹かれました。歓喜の瞬間が鳥栖に訪れました。今シーズン2度目の連勝です。